九州は一つ。極細の線状に切った金箔を日本の筆で操る切り金師江里朋子、緻密な文様を描いていく匠の蔵。これから何かこうやってみたいことですとか、どういう方向性っていうのありますか？こうガラスとガラスのお椀の間に切り金が入ったものっていう、サンドイッチガラスって呼ばれてるものなんですけど、紀元前に作られた切り金の復元を試みるが、未だ成功していない。昔の人はどうやってやってるんだろうって、不思議なんですけれども。でこちらの漆とのコラボといいますか、これも金なんですかっていう感じで驚いたんですけれども。そうなんです。漆の上に切り金をしまして、その上からまたもう一度こう一番透明に近いこう漆をかけてあるんですね。すずり箱を飾る図柄は金箔だが、オレンジ色に光る。漆って、ね、こう年月が経っていくとだんだんと透明に透けてくるんです。そうすると金本来の色がだんだんと浮かび上がってくるんですね。今母が初めて手がけた30年前ぐらいのものが残ってるんですけど、それがかなり金に近い色に透けてきて、それが50年100年経つとどうなっていくかっていうのは本当に楽しみです。でも本当にその金の輝きをなんかね、タイムカプセルに閉じ込めるような、そんな感じですね。今回の匠、田原さんの目にはどう映りましたか？仏様にもともと関わるお仕事っていうのもあるのかもしれないんですが、本当に何かこう敬虔な気持ちで謙虚に作品に向かわれてるっていうのがとても印象に残りました。金箔をこう貼り合わせてふーっとこうね息をかけておられる姿なんか、手元だけでなくその横顔にも見とれてしまいました。